とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備使ってやっていきましょう。はい、ブロードソード250の黄金装備です。黄金スキルが吸血レベル3。このブロードソードは輝きよりも吸血の方がマッチするらしいんだよね。まあ確かにそうだろうね。で、エンチャントがクリティカル凶暴化追い打ちです。凶暴化が入った時の攻撃速度はかなりのもんだと思うけどね。で、スパイダーアーマーは近接攻撃の速度が 25% アップするので、この振りが遅いやつにはものすごくマッチするのよ。なので、これでやっていきましょう。それでは古代狩り25です。行ってみましょう。どんな感じだろう。ああ、回復するね、さすがに。だってヴァンガードはきつい。ヴァンガードはちょっとやりにくいけど、いけるか。で、うん、チェスト33個。これ古代人いるかな。ちょっと怪しいかなと思ってきたよ。でもまあ進めていきましょう。装備がね、ドラを一応つけてんのよ。ドラ、これをね、エレメントのカバンにしようかちょっと悩んだんだけども、こっちでいいか。うわ、攻撃めっちゃ遅くなってる。霊気がすごい効いてるな。いや、でも回復むちゃくちゃするよ。さすがやね。これドラ入れてしまえば、あ、一気に7、8万回復するから死ぬことはなさそうだ。うん、オッケーオッケー。なんかノックバック系入れてないから全然いいね。わあ、よっしゃ、ノックバック系が入ってないからクリーパーもいい感じに倒せる。ああ、もう、ただヴァンガードは鬱陶しい。ヴァンガードだけはちょっと鬱陶しいな。あとは全然なんかいけるぞ。オッケー。あ、凶暴化入ったらすごいね。凶暴化入った時の攻撃速度がすごい。これはいい。うん、凶暴化これ当たりだわ。ちょっとどうかなと思ったところもあったんだけどね。凶暴化これは当たりかもしんない。すげえ使いやすい。次のダンジョン入ったんだけど、このエボーカーの表示が全然消えない。なんだこれ、鬱陶しいな。なんとかなんないので、あれだね、重力が欲しい。めちゃくちゃ重力欲しい。まあまあ、こんだけね、いいスキルがポンポンついてていいんだけども、重力欲しいわ。仕方ないか。うん、重力はもうちょっと仕方ない。めちゃくちゃ欲しいんだけどね。もお前、敵を倒すときにやっぱね、重力があると。おい、雲か、ちょい。でもね、本当に HP が若干ね、3分の1ぐらいになったとしても、ドラ使ってガツッと叩けばもうすぐねマックスまで回復するんで、この装備むちゃくちゃいいよ。おお、来たね。いやー、でもここかー。あのピグリンの数はうーん、きついぞー。難易度落としても、ちょっと痛い痛い痛いって感じだったけど。これどうする。もうあれか。もうあれ使うし、いやー、待て。位置取りで戦うか。位置取り、ここら辺で、なんとかやる？試してみようか。そこら辺でちょっと位置取りして、いやー、ちょっと待て。無理じゃね？無理じゃない？
なんとかピグリンを引き離すことができればいけるな。でもあいつすっげえ突進してくるからな。まあいいや、行こう。はい。よし。おお、来た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 、めっちゃ来た、めっちゃ来た。うおー。よっしゃ、倒した倒した。よっしゃ、倒した。逃げろ逃げろ逃げろ。よっしゃ。倒した倒した。いけたね。いけたね。ギリギリだったけど、いけたわ。あ、終わりか。終わりだね。はいはい、クリアです。はい、それではクリアだね。結構簡単だった。うん。危なっかしいところもあったちゃあったけど、全然回復するんで、余裕だね。踊り子の剣。エコーか。微妙だな。エンチャもちょっと微妙だからいらないや。で、闇のアーマーも、よろしくない。なんか、いらねえな。いりませんね。ショート棒、いらない。バトルローブ、そうね。クールダウン1個もともとついてるから、いいと思うんだけども、他スキルがちょっと使いにくいかな。いりません。ここら辺もいらないね。お、ちょっとこれ意外といいよ。意外といい。クールダウンの矢がついて、で、バーストボーストリングと、マルチショット。一番右が良くないな。ダイナモテンポセフトはちょっといりません。はい。コグクロスボウは弱いからいらない。カリュード、トゲか。まあ、いりませんね。やっぱ良くないな。いいのはなかなか出てきてくれない。で、もう Wi-Fi 今日切れるな。よう切れますね。一個出てたよね、古代人。あ、コグクロスボウか。マルチはついてるけども、他は特にいらないかな。はい、売りましょう。はい。まあ、今日は、このブロードソードを使ってみたけど、これかなり快適。この 6% 吸収のオーラで、全然回復するもんね。で、危ない時でも、この吸血スキルで回復してくれるんで、いいよ。で、この凶暴化が結構いいなと思った。凶暴化の攻撃力アップと、スパイダーアーマーの攻撃力アップと、あと、キノコか。その3つが合わさると、結構無双するもんね。おすすめです。めちゃくちゃこの武器、いいよ。はい。まあ、とりあえず、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。